5月10日放送の「一周回って知らない話日本テレビ系」に元 NHK の青山裕子アナウンサーが出演し話題となっているフリーアナ神田愛佳の NHK 時代のエピソードを元同僚らが語る中で青山は VTR 出演自身が NHK を対局した理由について 夫が香港に行くことになったので NHK の香港支局への転勤希望を出していたんですけれど海外支局はもう到底アナウンサーからは入れない場所と言われてしょうがなく対局したと明かした青山アナは1995年に NHK に入局「ニュースウォッチナインのキャスターを務めるなどエースアナとして活躍 2011年に一般男性と結婚し2019年3月に NHK を退局した4人の子供を授かったことで産休育休制度を利用し約7年間休職2012年1月以降は番組に出演することはなかった産休育休は当然の権利だが 視聴者の受信料で成り立っている NHK だけに7年間という期間にネットでは批判的な意見が多く上がっているこの人最初の産休以降途切れることなく産休と育休を繰り返してるイメージしかない4回出産育休使わせてもらえたのならサラリーマンとしては会社に感謝するべきかと思います7年間給食の批判については 青山アナの友人であるカンダウノが2019年7月のインスタグラムで反論青山アナは一人生円で二人生円で二人生円でってその間はずっと産休を取っていました産休中はずっと NHK からお給料や産休手当などは一切いただいておらず無給で在籍だけしていましたそれなのにいつまで産休を取り続けるんだ とか産休中にバースデーパーティーを開いて何とかいろいろ言われてしまってなぜ彼女がそんなことを言われなければいけないの産休中にお給料をいただいていたりしているなら言われても仕方がないのかもしれませんが、とすごく愛おわしい思いでした、とつづっている。現在在は香港在住の青山アナ、だが、 一度ついてしまったイメージは一周回ってもなかなか消えることがなさそうだ7年間産休育休を繰り返した人が海外視点でバリバリ働けるとは到底思えないだったら今後も毎年のように子供を産みずっと産休育休を使っていれば NHK にはいられた可能性はあるかもだけどもはやそれは仕事をしてるとは言えないと思う 産休育休は子供を産んでも復職し再度働くための制度であることを忘れてはいけない。出産育児休暇は法律に明記されているらしいから断ったら訴えられるのかもしれない。とは言うものの人材の有り余っている NHK くらいにしかできないゲートだろう。一方香港への転勤の話も番組を盛り上げるためのネタなんだろうし目くじらを立てずにさらっと流したら。 しかしここまで盛り上がることを計算ずくで語っているのならその能力と度胸は特質に値する産休育休を繰り返したことよりも自分の希望する地域に転勤できなかったからやめるっていう発想を個人的には残念に思う働く準備ができているなら東京の NHK に復職すればよいのに。 旦那が転勤族ならそういういいこととは結婚時によくく話し合っておくべきだと思います私の職場にも着任した3ヶ月後に妊娠を公表その後当然の権利ではあるのですが産休プラス育休かける3でほとんど仕事せずようやくフルに働き始めたかと思ったらすぐに他大学に転出という方がいましたきっと 産休プラス育休中に大部の研究所を上司しして学会賞を受賞した努力が認められたのでしょう職場の予算が少なく産休先生を雇えなかったので私を含め専門分野の近い同僚が本来彼女がやるはずだった仕事を分担しました 表だって非難する声は一切聞こえませんでしたがせめてあと23年はうちで働いてよと私自身は思いましたなんか最近ちょくちょくテレビに出だしてますねこの人なんとなくお騒がせ大質なところが昔から好きではありません本件も今になってあれこれ言うことなのかな 民放各社も話題作りにこの人を煽ったりしないでくださいね。それと元 NHK の人の枠もぼちぼち締め切ってほしいです。会社ってのはたとえ会社自体から休職中の給与が発生していなくとも在籍しているだけで経費がかかるんだよ。それに育休手当や社会保険の免除申請は誰がすると思ってうの全部会社。 もしくは会社がお願いしている社労士さんいずれにせよ完全に0円じゃないからねだから7年間も育休してたって批判があるのよ NHK のような大きな会社だと手続きは全部外注だろうけどでも在籍している人の処理は会社に負担かかりますきれいごとではなくごく普通の会社でもこれだけ育休を取得するとやはりポストがなくなるのは事実 今の社会はとてつもなく速いスピードで変わる会社のいろんなシステムや情報機器セキュリティシステムなどついていけなくなるそれは仕事相手の会社もそうなる担当も変われば相手の会社が合併して社風さえ変わる前に働いていた会社でも女性の部下が2年を2回合計4年 産休を取得してたがやはりいろんなことについていけなくてやめてしまいました最初はいろんなことを他の社員が教えていたがやはりついていけないと言ってた辞めるときに女性の社会進出は難しいと産休を取得した女性が悪いわけではないし子供ができれば子供が病気したりすると仕事を休むことになったりする 保育所が預からないから、旦那さんもかなり協力的みたいでしたが、それでも、無理がある。7年間の産休ということはブランクが7年間あったということだし、その7年間で何も変わっていないということは考えにくいと思う。まして、青山さんには確か、4から5人のお子さんがいらっしゃるんじゃなかったでしょうか そんな子育て真っ最中の状態で復帰してもフル稼働以前にあれはダメこれはダメという子育て上の理由で制約だってあるわけでしょうそれで恨み事とも取れるような発言はどうなんだろうね働ける準備をして NHK に残るという選択肢はなかったのかな 希望と違うから仕方なくって言うなら397年間を認めた NHK だって浮かばれない。批判的なコメントが多く嫌になります。なんで子供がたくさん生まれたことを喜んであげられないのでしょうか子供は社会の宝で国の将来を担う貴重な戦力です。 我々現役世代はこれから生まれてくる子供たちから将来年金を支えてもらうのですよ7年間休んでいた人が職場復帰して以前と同じように働けたのかなと思いますまた制度として育休・産休はありますがその期間が終了し自分の希望する部署で働けない希望する職種で働けないから会社を辞めますっていうのはどうなんでしょう例えば アナウンサー職で復帰したいなら東京で時短で復職するとかできなかったんでしょうか海外支局ではアナウンサー職は難しいということであれば別の職種では入れたかもしれないと思うのですがそういうのもなかったんですかね